将来の消防団の担い手となる学生や生徒に消防団の入団のきっかけにしてもらおうと県は漫画やイラストによるガイドブックを作成しました地域防災力の中核となる消防団は近年災害の頻発激甚化により重要性が高まっている一方少子化などの影響で団員の確保が重要な課題となっています県は昨年度から 各地の消防団などと協力して県内の大学と高校で防災教室を開催するなど団員の確保に努めていますこの漫画で読む消防団入団ガイドブックは学生などに消防団への入団のきっかけにしてもらおうと作成されました楽しみながら理解してもらえるように漫画やイラストをふんだんに使っていて 漫画は県内の専門学校生が担当しました大きさは手に取りやすいように A4 版サイズの半分にしました内容は5人の若者が登場し消防団とは何かや主な活動・報酬などを学んでいきます4コマ漫画や現役の学生消防団員のインタビューもあり多彩な内容になっています まず表紙をあの漫画を用いまして、非常にインパクトのあるような形にしております。また、あの冊子の中身もですね。あの4コマ漫画です。とか、イラスト写真などをふんだんに盛り込みまして、本当に楽しみながら、あの消防団についてあまり知らない方でもですね。あの手に取っていただき、やすいような内容となるように工夫いたしました。県によりますと、県内の消防団員の数は？ 今年4月1日現在でおよそ1万3,200人で、毎年減少しているということです。ガイドブックは県内の高校3年生全員のおよそ1万7,000人に配るほか、大学や短大、専門学校などにも配布されます。 消防団は若い方の力を非常に必要としておりますのでぜひこの冊子を手に取っていただきまして消防団への入団を検討していただければ幸いです。